民進玉木雄一郎代議士が約3週間ぶりにツイッター再開して嘆いた加計学園問題追及の急先方に立ち安倍首相に疑惑ありと執拗に追及していた矢先自らが日本中一政治連盟から献金を受けていたことが判明この問題を取り上げれば取り上げるほどツイッターが炎上ついには更新をやめてしまった玉木氏は 実は僕も参っているんですよ。あんなに、掛け学園問題が大事になるとは思わなかった。もう、ツイッターで、掛けは取り上げませんよ。ネットで叩かれたのには、さすがにへこみました。もうなんともなりませんよね、とも言った。玉木氏は、最初に質問したのは気打ちた固なんですよ。僕は、むしろ遅い方で。 執行部から言われたら仕方ないですよと恨み節。高等の大西先生が執行部のせいにするとは、執行部がやれと言ったら何でもやるのかそれで、よくも安倍首相を独裁だと党として批判しているものだ。公人が献金を受けたら指摘を受けるのは当たり前だろう。火の粉をかぶったのは自業自得。 半年も国会で追及してきて、安倍首相の献金は愚か口聞きすら出てこなかった。国会であれだけやって、何も問題が見つからなかったのなら、風評被害を与えまくった学園の経営人と自治体におわびあんやして罪滅ぼしするのが筋だ。多分そんなまともな対応ができるような政党ではない。ちゃんと政策論議で建設的な討論していれば。 まだ民進党は救われただろう。森・加追求の末路が、マスコミ不信の加速と左翼反日勢力のデタラメさを浮き彫りにしただけ。朝日・マスゴミは、系列テレビで、報道しない自由とまで叫ぶ狂い方を見せた。安倍首相が関係ない12年前の過去に、加計学園に決まった話だった。理事長が、安倍首相の友人というだけで。 韓国大統領パククネ番外の真似事がしたかったのだろう。朝日新聞と民進党は、同じパターンで攻めたら、民意も動いて政権を倒せると思ったのだろう。実際には、安倍首相が権力を発動する機会すらなかった。それがパククネとの違いだった。前例村長の官僚支配で、半世紀も新設一つ認められなかったことが異常なのに。 そこを無視して、場違いな追及をしつこく続けたから、国民も騙されたことに気づいた。先頭に立っていた玉木氏は、もう何言っても信頼されないし、地元を犠牲にした裏切り者程度にしか思われていないだろう。前原新代表が、まだ追及すると言っているが、追及するなら、身内の玉木氏の献金着服位だろうか大方の国民は、門下省。 元トップ前川の怪しげな言動に気がついている。前原氏が懸命に追及するにせよ何も出てこないだろう。賭け問題とは、野党が与党を責めるのに証拠はいらないと、チンピラヤクザもどきで国会を空転させただけだった。